ご苦労様でございます。いよいよ明日から国会ということでありますので、その前日ということで、この日を設定させていただきました。まあ、私から報告でまず申し上げたいと思います。もうご覧の皆さんの案内の通りでございますが、先ほど2時から議員の委員会が開かれまして、明日から会期は7日までということで、国会の会期が正式に決定をいたしました。まあ、今国会はいわゆる参議院選挙が終わった後の構成を整えるという国会でございますので、参議院の方では議長、副議長、補選にという話が、これはもう大事な話になるということでございますし、衆議院の方はこれは先に議運の委員長が辞任をしておりますので、いわゆるその後任の議運委員長を決めるという話になります。まあ、委員の構成を決めるという、そういう国会でございますので、審議等の予定というのは今のところ予定をしていないということでございます。これがまずご報告しております。今のご報告で、申し上げた日程でありますが、ここに来て看過できない重要な問題発言があったということでございます。もう皆さんのご案内のとおり、麻生財務大臣の発言でございましてですね、私も新聞あるいはまたいろんなインターネットの報道を見させていただいているわけでありますけれども、まさに いわゆるワイマール憲法がナチス憲法に変わったところですね。ある日気づいたナチス憲法にその手口を学んだらどうかと、こういう話でありまして、まあ、断片的にだけ、見てはいけないと思って、私もできる限り今入手できる資料を見させていただいているわけでありますが、まあ、舌禍事件は過去麻生大臣に起こしてきているということで、その通りなんですが、舌禍事件というか読み間違いといいますか、それにしてもそういった程度の話で済む話ではないということだと思っています。大変極めて重大かつ深刻な発言だというふうに思っておりまして、まあ、私から自民党の鴨下副代議員長に先ほどいわゆる真意を聞きたいと、何らかの形で真意を聞く機会をぜひ作ってもらいたいと、作らなければいけないと、そういう要請をいたしました。それから、多分これはですから全国会ということではなくて閉中審査という話が予定されるということになると思いますので、外務委員会の記事でありますので、大熊理事に本間さんの方から外務委員長の方に閉中審査の申し入れをするようにという指示を出しています。まあ、今後、外務省会の小沼理事と相談をし、あるいはまた松野官房をはじめと相談をして、しかるべき内容、何が望ましいのかを考えながら、しかし、単価できる話ではありませんので、しっかりと対応できる、そういう方策を参議会を行っているところでございます。とりあえず私からは以上です。ご質問される際は所属とお名前をおっしゃったら、ご質問お願いします。私も岡本です。その話で、ちょっと補足で聞きたいんですが、誤解があったということで、麻生さん、一応その部分を撤回するということなんですが、その言い分と、その撤回したことについてちょっとご所見があります。そこはすいません、ちょっとまだ私きちっと読めてください。どういう言い方なんですか。私も今ちょっと元資料持ってないんであれですが、要するにその誤解があったと
要するにその肯定的に捉えたそのわけじゃなくて、全体を読んでもらえれば否定的に話をしているっていうような趣旨のことをおっしゃったんですか。まあ、落ち着いて議論をしてほしいというそういう言い方をしてますよね。ですからそこの部分は私は理解できますけれども、ワイマール憲法がナチス憲法に変わった時のようなそういう手口という話とかですね、いう話はこれ歴史的には相当いろいろな意見があり得る話と思っておりますし、で、私のところにもかなり国際的にも大きな問題になりつつあるというふうに、聞いておりますので、少なくとも国会の方でですね直接シーンを聞くという話はあって当然だと思いますし、できれば野党の担当の皆さんにも呼びかけたいと思います。そこで安倍政権の重要閣僚がですね、その憲法の問題でその、安倍政権 の、 その悲願とも言われるその憲法改正にどういう影響があると思いますか。その重要閣僚、その政権の重要閣僚のこの発言によって、憲法改正にどういう影響があるというふうに考えますか。ご承知のように我が党はですね、憲法改正の必要を先の参議院選挙でも公約に入れてしっかりと訴えさせていただいている党でありますが、いわゆる行政府がですね、いわゆる憲法改正に関して発言をしているということが果たして適切かどうか、いわゆる憲法の遵守義務を内閣が取っているわけですから、先の国民投票法ができたときにですね、あの当時憲法審査会が首相官邸の方にいわゆる、憲法改正に関しての直接的発言はぜひ進んでもらいたい、こういう話をしたという経緯がですね、憲法審査会の中でも記録に残っておりますけれども、そういった意味では極めて、そこは重大な問題が含まれるということが、こういうふうに思います。ございませんでしょうか。事実証明しないです。先ほどの関連なんですけれども、鴨下院長の方に閉会中審査を申し入れたということですけれども、鴨下院長からはどういうことですか。受け止まりました と、 とりあえず私からの話はお聞きしましたと、そういうことですね。その時点では閉会中審査という具体的な言葉は使わなくて、国会で何らかの審議を聞くという対応を要請する、こういう言い方をしていました。すみません、 TBS の林と申します。松並健太、大臣がですね、参院選の対応を今のように思われて、代表を選挙するという話と、あとは、代表選を求めて署名を集めていらっしゃるということを言っていますけれども、それについては委員長どのようにご覧になっていますか。都議選、参院選挙があって、でそれもしっかりした形で総括をすることが必要だと、こういう趣旨の話だと思っていますし、松並さんはじめ何名かの人は今の状態は不徹底であると、こういうご意見だというふうに承知をしています。でそれに対して、いわゆる、7日の日に病院懇談会ですね、議論するという場面として病院懇談会を設定すると、こういうことを決めさせていただきましたし、そういう意味では松並さんたちもですね、その場で意見を言いたいと言ってくれておりますので、そういう意味では自由闊達に議論するというのは我が党の特徴でもあります。そして最後多数決で決めるというのは我が党の文化でありますので、よろしいでしょうか。ちなみに辞表は出ておりません。その他ございますでしょうか。
ジェルリシミ幹事長と申します。あの次の秋の臨時国会にですね、まあ、維新から取られている国会対策は、この、見通しというかですね、あの自民党各党とも、まあ、どういうのか、まあ、進展がどういうのか、見通しですか。あのまだ進展があるという話は全くないわけですね。あのこの間、国会終わったばっかりですから。ただ見通しという点でいうと、極めてあの出現する可能性が高いのではないかと思っておりまして、まあ、あの我々としては前々から言っているように、議員立法で提出した法案を少なくても審議をして結論を出す、こういう話、それに対して、それと、まあ、対応する形で、その代わりというか、まあ、政府の方ですね、国会への出席義務を、あるのでは計画的にきちっと設定して、特に外交等でですね、時間を避けるように、そういう国会運営にすべきであるこういう対応をしているわけで、まあ、お互いの野党としても与党としても、お互いのなんて言いますかね、ウィンウィンの話になっているというふうに私は思っておりますので、まあ、そういった意味ではかなり実現性が高い話になるので。そしたらぜひ維新ができて国会が変わったという、評価をいただければと思います。どなたご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。いいですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。